富木見ええぬ顔庄司弁護士は今日山岸事件の公判傍聴に行って被告の答弁に常になき深い感動を与えられた山岸事件というのは その発生当時かなりのセンセーションを起こした殺人事件である殺されたのは N 氏の有名なしかしあまり評判の良くない山岸という富豪犯人として逮捕され起訴されたのは川村という主義者そして川村は警察でも余震でも潔く自白していよいよ公判に伏せられるに至ったのである 庄司弁護士は川村の弁護人に選ばれたのではないがかねてこの事件には非常な興味を持ち予診調書を借りて研究した結果犯人の自白に疑いを抱いたのであって事によると後半に際して被告は自白を翻すかもしれぬと思いながら異常な緊張を持って傍聴席に列したのである。果たして被告は、 予診における陳述をきっぱり否定した予期したこととは言いながら庄司弁護士の心臓は踊ったそうして被告の沈着なる態度と明快なる言葉とは強くその神経を震わせただから今庄司弁護士は自宅の書斎において腕を組みながら世の老けるのをも忘れ 法廷における裁判長と被告の問答に思いを巡らせたのである何故私が虚偽の自白をなしたと仰せになるのですかそれは至って簡単な理由でございますすなわち一口に言えば警察の人たちが私の犯人であることを説望したからであります犯人であることを説望するというよりも 犯人であると私が口で言いさえすればそれで満足してもらえたのですあの人たちは事件の真犯人が誰であるかを問おうとはせず一つの殺人事件に対して早速一人の犯人が入用なのです殺人が行われた以上犯人があるはずですから早くその犯人というよりも むしろ犯人の位置を占むべきものを欲しいと思うらしいのですそれかといって何の関係もない人を持ってくることはできませんから多少の関係さえあればその人に自白を求めるのでありますちょうど抜けた刃を補うように銀刃であろうが金刃であろうがあるいはまたセメントであろうがとにかく刃の格好をしたものを持ってきてはめさえすれば それで事はたるものと考えているらしいのであります。あの人たちは私に向かって、白状せよ、白状せよ、早く白状すればこっちも面倒はなく、お前も気が楽になるではないかと、寄ってたかって自白を勧めました。事の真実を突き止めようとはせず、ただ職務を曲がりなりにも全うしようとする態度が見えて、そのうるさいことは、 耳の旗で楽器をかき鳴らされると同じでしたそのような時どんな微妙な音楽でもただもう早く楽器から遠ざかりたいと思うだけですで私は潔くあの人たちの勧めに従いましたそれは災いを避けるというよりほかの意味もありません 自分が白状しさえすればあの人たちの仕事は終わりあの人たちは安心するのだこう考えて私は身に覚えのない罪を引き受けましたただ私はその時正義というものが人生の藩に対して案外力の弱いものであることに気づきましたこれは私が今後私の主義を報ずるについての よい参考となりました。被告は余震においても犯人であることを認めているではないか。余震も警察の延長に過ぎぬものと考えたからであります。そしてその考えは当たっておりました。そこで、やはりいたずらに犯を招くよりも、犯を探るにしくはないと思いました。すると被告は、 はじめから主直の人々を欺こうとする意思があったのか。欺こうとする意思があったのでは決してありません。欺かぬにも、点で理性を持って応対することの無駄であることを知ったのであります。もとより私は、正しいことを欲します。正しいことを欲すればこそ、今日、ここで余震における陳述を否定しました。 そうして、そもそもの初めにも、私は私の行動について忠実に述べました。いかにも私は犯人であると疑われるような不利な地位に立っております。けれども、私が犯人でないことは私自身よく知っております。ですからそれをありのままに述べましたけれども、点で相手になってくれません。私が労働者であることと、主義者であることとは、 どうやら私を殺人者と認めるに足る資格があるらしいのです。真実を語って真実を認められなかった場合、私たちはどうしたらよろしいでしょうか言うまでもなく、虚偽を申し立てるより他はありません。それは私たちの意思ではなく、ただ事の成り行きがそうならしめたりすぎません。なおまた、私には何の経類もありません。 このことが私をして比較的楽に虚偽の自白をなさしめましたもし私に妻子そのほかの経類がありましたならばうっかり虚偽の自白もできなかったろうと思いますたとえ一時的であっても妻子の肩身を狭くすることは忍びえないことだと思いますけれども今の私はそれほど用心深く身を守る必要はありません 私はこれまで正しいことを言って正しいことを行っていたにかかわらず危険な人物として世の人々に敬遠されましたそれゆえ世の人々にとってはいわば私は不要な人間でありますですから私は犯さぬ罪のために死刑に処せられても構わないというような気にもなりましたけれども一方から考えてみれば このまま私が死刑を受けたならばそこに容易ならぬ事情が発生してきますそれは何であるかと申しますにもし私が講首代に送られたならば真犯人はおそらくじっとしていることができずに自首するであろうと思います他人が自分の罪を引き受けて死んでいくのを目視するのは到底耐えられぬことと思います そうなると当然責任は支直の人々にかかってきますはなはだ横着なことを申すようですが裁判に携わる人のためにも私は断然自白を翻すべきであると思いましたしからば尋ねるが被告はかねて被害者山岸を殺そうとする意思を持っていたか 殺す意思を持ったかどうかというお尋ねに対して持っていましたともいませんともお答えすることはできませんただ私が殺された人に対して平素どういう感じを抱いていたかということだけはお話しできると思います率直に言いますればああいう人はこの世にいてもらいたくないと思いましたあの人は自分の筋力を いわば悪用しましまた。そういう人は一刻も早く私の視界から消えてほしいと思いましたしかし私が私の視界から消えてほしいと思ったのはあながちあの人ばかりではありません富豪の中にはもちろん政治家の中にも学者の中にもその他あらゆる種類の人々の中にも共に天を頂きたくない人がたくさんあります 私欲のために政権を利用し多数を飲んで無理を通そうとする政治家はその一例であります学問を売り物にし未熟な研究を発表して世を迷わせ私利をむさぼろうとする学者もその一例であります私はそういう人間に会うたびに殺したいと思いましたそれは決して私一人に特有な病的心理ではないと思います 誰でも。おそらく、思憤を感じた人に対してはもちろん、興奮を感じた人に対しても、こうした真理を抱くであろうと思います。たとえその真理に大小神仙の区別はあるとしても、抱くという事実には除外例はないものと信じております。私が殺された人に対して抱いていたのも、この種の感じにすぎません。 あの人の強欲と乱行とに苦しめられた可憐な人々のことを思って私が憤りを感じたことはこれまでたびたびありましたそうしてその可憐な人々のためにあの人に接しようと企てたことが二三度ありましたけれども私は自ら手を下してあの人を殺そうと思ったことはありませんむしろ できることならあの人の覚醒を促し、筋力の全容に心がけるようになってほしいと思いました。実際、あの人に対して一種の意気りを感じた人は、他にも随分たくさんあると思います。その意気りが、ある人においては私の幾十倍、幾百倍の大きさであったということは、あの人が殺されたことでもわかります。 いずれにしても、私があの人に対して持った漢字は、以上を申し上げましたようなものであります。もしそうした漢字を殺意とお認めになるならば、それはご自由でありまして、私はあえてそれに反対いたしません。そうして、それによってもし殺人未遂という罪が成り立つものでありましたならば、私は甘んじてその罪に服するつもりでございます。 ここまで記憶をたどってきたとき、庄司弁護士は思わず軽く苦笑した。というのは、自分自身もまた、富豪・山岸に対して、被告・川村と同じような感じを持っていたからである。これまで一切ならず山岸の行動に対して憤慨し、ああいう人間はこの世にいない方がいいと思ったことがあるからである。おそらく、 裁判官も検事もまた傍聴席にいた人々も山岸を知っているほどの人々は多少は同じ心を抱いたに違いない全く被告川村の言葉には同感であったこの点ばかりでなく彼が警察において虚偽の自白を行うに至った心理にも同意を表せざるを得なかった彼が真犯人であるか否かは とより断言することはできないけれども警察の人々が自分たちの捉えた容疑者に向かって自白を促そうとする心を持っていることは争われない事実であるそれはあるいは一種のサジズムであるかもしれないあるいは単なる職業心理であるかもしれない彼らが人間である以上またやむを得ないことと言うべきであろう。 だからこれまでも多くの容疑者は警察及び余震で一旦自白をなし公判定においてそれを翻したもちろんその中には真犯人でありながら死刑を恐れあるいは死刑を一刻も先に追いやらんがために故意に自白を否定する者も,もまれではなかったしたがっていかに被告が巧みに弁解してもそれをそのまま信ずることは危険であると言って 後判定における自白の否定を常に被告の卑怯な心に期するのはなおさら危険でなくてはならぬ全ては証言と証拠とを冷静に判断してことを決するのが裁判官の役目であるけれども証拠といい証言といいそれは必ずしも絶対的なものではない全ての殺人事件は状況証拠によって断ぜられる とした英国の某判事の言葉は決して誇張ではありえない直接証拠とも言いい状況証拠ともいうその間に本質的な差異があるわけではなくそれは裁く者の心によって左右されるといっても過言ではないからである庄司弁護士は考え続けた自分のこれまでの経験によると 法判にににおける検事にも裁判官にも、裁官警察の人々と同じような心持ちが見られないではなかった先入観は絶対に排すべきものであるけれど人間である以上先入観の影響を免れることは至難であらねばならぬまた証人の証言が裁判官の尋問の言葉によって左右されることは争われない事実である還元すれば 裁判官は自分の心持ちにとって都合のよい証言を証人から取ることができるのであるたとえそれを意識的に行わないとするも結果から見れば意識的に行ったと同じである山岸事件の被告川村に対して裁判官がどういう感情を抱いているかわからぬがたとえ単なる状況証拠であるとはいえかなりにたくさん集まっているし しかも余震で被告は自白しているから被告にとって都合の良くない先入観が裁判官によって抱かれているのは察するに固くなかったもっとも今日の被告の答弁は堂々たるものであってそれが裁判官の先入観に対して多少の破壊作用を及ぼしたであろうとは思われるけれど一方において堂々たる答弁であればあるだけ一種の反感を買う恐れがないでもなかった けれども自分は予震調書を研究した結果川村を犯人であると認めるには躊躇せざるを得なかったこれは一方から言えば一種の弁護人かたぎであるかもしれないそうして検事の側から見れば呪うべき先入観であるかもしれないしかし動かすべからざる証拠の出ない限りたとえ川村が真犯人であるとしても 弁護の仕方によって無罪とすることができるはずであるこう考えた時庄司弁護士は自分が被告の弁護人になりたいという衝動を感じずにはいられなかった数々の状況証拠例えば被告が数回山岸家を訪ねて面会を謝絶されたこと殺害の行われた当夜現状を郊外の山岸の承託 の付近にいたこと逮捕された時被告が担当を携えていたことその担当の形状が被害者の受けた総称の形状と一致すること等々は厳密に言えば決して取るに足らぬ証拠であるがこれが犯人の自白と合わせて考える時はすこぶる被告にとって不利益な証拠となってくるそれゆえ 被告を救おうと思うならばただ普通の弁論をするだけでは物足りない何か奇抜な方法を考案しない限りうっかり弁護人になることはできないと言って差し当たりしかるべき奇抜な方法は胸に浮かばなかったそうだまず後半の成り行きをじっと眺めようその結果被告が急遽に陥ったならば なんとか考えてみよう。庄司弁護士はこうつぶやいて真に付く支度をした、2. 後半が進行するにつれだんだん被告に不利益な雰囲気が醸し出されてきた多少予期せぬでもなかったが庄司弁護士はひとかたならぬもどかしさを覚えた。 弁護人たちの弁論は普通であったがたとえ自分が弁護人となってもあれ以上の弁論はできそうに思えなかったこのままに捨ておいたならばことによると被告は有罪の判決を受けるかもしれないそれかといってこの際その雰囲気を展開すべき命運はなかったそうした焦燥の続いたある夜庄司弁護士は 人人の婦人来訪者に接した。彼女は名刺も出さねばその名も告げず席を与えられるなりいきなり語り出した「先生突然でございますが私は先生にお願いがあってまいりました」こう言って彼女は弁護士の顔をじろりと眺めた年はまだ30になっていないであろうその美しい要望に 犯すべからざる威厳が備わっていたあなたはどなたです弁護士は薄気味悪く感じて尋ねたどうか名をお聞きくださいますなまた私が何者であるかもお尋ねくださいますな私は山岸事件について先生にお願いしたいことがございます山岸事件と聞いて 弁護士は急にに乗り,切りになった。どんなことですか先生のご弁論についてはかねてその高い評判を伝え聞いておりますがそれだから私が参ったのではございません先生はこの頃中山岸事件の後半に一回も欠かさず傍聴においでになり特にこの事件に興味を持っていらっしゃるように見受けましたからこうしてお伺いしたわけでございます 女の言葉はハキハキしていたお願いというのはどんなことですか先生はもう被告川村が真犯人でないことを見抜いておいでになると思いますけれども裁判はどうやら被告にとって不利益な傾向を帯びてきましたですからこの際先生のお力を借りて被告川村を救ってやりたいと思います 女の言葉は凛として響いた。救うべき適当な方法があれば、無論救ってやりたいと思いますが、今のところ僕にはその適当な方法が見つかりません。それともあなたには、しかるべき方法が終わりですかあります。それはどういう方法ですか女はすぐには答えなかった。 しばらく弁護士の顔をじっと眺めていたかと思うと幾分か声を低くして辺りをはばかるようにしていった私は山岸を殺した真犯人を知っております庄司弁護士はこの言葉を聞いて思わず相手の顔を眺めたけれども女の鋭い視線のために目を脇へ転ずることを余儀なくされた この女は何者であろうもしやこの女が山岸を殺した真犯人ではあるまいかこう思うとなんとなくゾッとするような感じが背筋を走った先生は私を当の犯人とおぼしめすかもしれませんが決してそうではありません。犯人は他にありますですでから 被告川村をああした秘境に置くに忍びないのでございますもし真犯人をご承知ならば直接それを警察へ訴えになったらよろしいでしょういいえそれは私にとってできない相談でございます私は被告川村が犯さぬ罪のために苦しんでいることに同情しますがそれだからといって 真犯人を私の訴えによって罪に落とすに忍びません。人を殺した者は当然罰を受くべきではありますけれど、問題は別であろうと思います。もし私が真犯人を知っていると言って警察へ訴え出ましたならば、警察の人たちは私がその名を言うまで追及してやまぬであろうと思います。私は女のことでございますから、 ついその名を口走ってしまうかもしれません。そうなると、一人の人を助けても、他の人を公主台に送らねばなりません。それは恐ろしいことでございます。ですから、私は先生にお願いに参ったのでございます。女の言葉には道理があった。女の心持ちには十分同情することができた。 それでは、僕にだけは、その真犯人の名を知らせていただけますか。女はこの言葉を聞いて、さらに強く正治弁護士の顔を見つめた。そうしてきっぱり言った。先生にも、それだけは申し上げないつもりでございます。ただ先生に、私が真犯人を知っているということを信じていただきたいのです。真犯人は、 もし被告河村が有罪の判決を受けるならば必ず自首するはずでございます。こう言ってますますその目を輝かし相手を見つめて続けた。誰だってきっと自首するに違いありません。その心は先生にもよくおわかりのことと思います。河村も申しましたように罪を犯した者はたとえ初めに自首を躊躇しましても 自分以外の者が自分の罪のために死刑の宣告を受けたならば、何の躊躇もなく自首する気になるだろうと思います。もしそうなったならば、恐ろしい裁判の誤尾が世間に公にされます。ですから先生、裁判の申請を保つという上からも、先生に骨折っていただきたいと思います。弁護士は、 ななんとなく一種の圧迫を感じた。女が真実を語っていることはその態度から見て疑うことができなかった女が真犯人を知っていることは事実であろうまた女が真犯人の名を自分に告げないのにも何か恐るべき理由があるのだろう弁護士はだんだん女の気持ちに引き込まれていくように思って しかしそれで僕に一体どうせようとおっしゃるんですかそれは私よりも先生の方がより良い工夫があると思いますがとにかく私の意見を申し上げます。仮に先生がその真犯人から真犯人であることを決して口外してくれるなと依頼を受けましたならば先生はたとえ法廷においてもそれを口外なさらなはずでございましょう。 それはいたしません。刑事訴訟法第187条では黙秘義務を認めております医師歯科医師薬剤師役所長産婆弁護士弁護人弁理士交渉人宗教または妻子の職にある者またはこれらの職にありたる者は業務上委託を受けたるため知り得たる事実にして 他人の秘密に関するものにつき、証言を拒むことをう、うんぬんとあります。それでございます。その条文を利用していただきたいのでございます。私の申し上げるのを真犯人から直接聞いたことにしてくださって、真犯人を知っているということを盾に、被告・川村の弁護人として立っていただきたいのでございます。正治弁護士は、 女の意見にすっかり感心したそれにしてもこの女は何者であろうこうした明暗を考える女はそもそもいかなる経歴を持っているのであろうこう思って弁護士は今さらながら女の要望・封鎖について精密な観察を下すのであったけれどもその服装にも態度にも これこれの女であると推定すべき手がかりを見つけることはできなかった。女は早くも弁護士の心を察した。先生はたぶん、私が何者であるかを知りたいと思っておいでになるでしょう。けれどもそれだけは、はじめに申し上げましたとおり、尋ねないでくださいませ。もっとも、事件が片付きましたせずには、ある程度までお話しいたすことに約束します。 ただ申し上げておきたいのは、私が被告・河村と何の特殊の関係もないことでございます。ただ、真犯人を知っておりますために、あの人を見殺しにするに忍びないのでございます。裁判はだんだん被告の旗色を悪くしていきます。たとえ真犯人であっても、確実な証拠がなければ有罪の判決は与えられぬと聞いておりますのに、この事件では、 かえって、無この人が罪に問われようとしております。こんな間違った話はありません。裁判官は、どうやら被告の自白にとらわれているようでございますが、それは被告の言葉通り、警察の人たちに勧められた結果の自白でありまして、被告の言葉の正しいことは、真犯人とこの私とがよく知っております。虚偽の自白を行ったことは、 確かに被告の取り返しのつかぬ過失ですけれど死をもってその過失を償わねばならぬということはあまりにも残酷な運命であると思います一面から考えますれば犯さぬ罪であればこそ虚偽の自白もできやすいのではありますまいか。もし真犯人であったならばたとえ警察の人たちがいかに進めようとも知らぬ存ぜぬで突っ張り できるだけ罪を逃れようとするに違いありませんよしや拷問にかけられても講首代に上る苦しみに比べたらはるかにたやすいわけですから決して自白はすまいと思いますそうした真理について裁判官は一向考えをめぐらせてくれぬようです真犯人を知っている私から見ればそれがいかにも歯がゆく嘆かわしいのですもし 後日恐ろしいご飯が公にされましたならばそれこそ昔の武士の切腹のであるにもかかわらず平然として被告を不利の立場に導こうとするのは哀れにもまた恐ろしいことでございます農家先生被告のために奮起してくださいますそして一日も早く被告を救ってやってくださいます女の言葉はだんだん熱してきた。 その鋭い言葉の矛は庄司弁護士の急所をついた庄司弁護士は客を前にしながら目を閉じて静かに考えた考えると同時に多大の興味を感じてきたそれは法律を取り扱う者が時々遭遇する一種の興味であったいわば法律があるがためにその法律を盾にして行い得る冒険の興味である もしその冒険を心の正しくない者が行ったならば一つの犯罪となるのであってそれは法律を逆用する憎むべき行為であるが正しい者が冒険を行えばいわば一個の問題を提供して法律の進化を促すことができる法律は人間の定めたものであるだけ幾多の弱点が損するものであってその弱点に乗じて 例えば人間一人を救うならば法律に対しては冒涜であるかもしれぬが人道上は歓迎すべきことであらねばならぬ今この事件において仮に被告川村が真犯人であるとしても予診調書及び公判定における証言に現れた証拠はすべて被告に対する状況証拠にすぎないのであるからもし 自分が真犯人を知っていると宣言して弁護に取り掛かったならば裁判長はいかなる態度に出るであろうかおそらくいかなる裁判長もその薄気味悪い宣言を考慮せずに自分の先入観の支配通りに事を断ずることは不可能であろうたとえ真犯人を知っていなくても知っていると宣言した日には やはり同じ結果をもたらしうるわけではないかしかるに今目の前に真犯人を知っている人がいるあるいはこの人自身が真犯人であるかもしれぬたとえ真犯人の名を告げないとはいえまんざら嘘を話しているとは思われぬよしまた仮にこの女が被告と特殊の関係にあって 被告をシャニムに救わねばならぬためにこれだけのことを捏造したとしてもこのような明暗を考えるのはよほどの天才であってその創作的才能だけに対しても敬意を払ってしかるべきであるまったくこの方法によって自分が被告の弁護に立つということは法律に向かっての一つの試練であってそれだけ研究の価値があり同時に 一人の可憐な犠牲者を救う見込みが十分にある現在の法律は法律が他人に及ぼした迷惑を弁償する道を講じておらぬ一日早く自分が弁護に立てば一日早く被告の迷惑を禁じることができ法律そのものの罪を軽くしうるわけである仮にこの女の言うことがことごとく嘘であって この女のために欺かれたとしても、これだけの問題を与えてくれたことは喜ぶべきことである。もし、この女の言葉を無条件に信じて、法律に対する冒涜を行うような結果になるとしても、自分がそれに対して全責任を持てばよいではないか。こう考えて、弁護士は急にその顔に明るい表情を浮かべながら目をわくと、 女は早くもそれと悟って言った先生ありがとうございます先生はきっと被告川村のために弁護に立ってくださる決心をなさったに違いありませんいかにもその通りですと庄司弁護士はきっぱり言った無条件であなたの言葉を信じあなたの意思に従いましょう 3庄司弁護士は被告川村の承諾を得て四川弁護人として法廷に立つことになったそうしていよいよ今日判決が下されるという噂。裁判長宛に次の意味の申立書を提出した本弁護人が被告川村の弁護を引き受けたについては立派な理由がある。 それは必ず被告を無罪ならしめうると信ずるからであるそれというのは自分は山岸を殺害した真犯人を知っているのである彼はもし被告川村が有罪の判決を受けるというようなことがあれば即日自首して出ると言っているだからどうか慎重なる審理を願いたい この申し立て書を提出するや否や、庄司弁護士は直ちに裁判長の控え室へ招かれた。裁判長の顔は緊張していた。君、この申し立て書は本当かと裁判長は興奮の色を浮かべて尋ねた。本当とも、嘘にこれだけのことが言えるものか。君は、 真犯人を知っているのだね。知っている。では、その名を聞かせてくれたまえ。それはいけない。なぜ弁護士には、黙秘義務がある。裁判長は呆れたような顔をして相手を見つめた。君、殺人事件の犯人だよ。 重罪人だよ。それを君は故意に隠蔽しようとするのか隠蔽ではないよ。僕は弁護士としての義務を思うだけだ。僕がそれを言わなくても、捜索すれば必ずわかることではないか。必ずわかるとは限らない。君がその名を知らせてくれさえすれば、捜索は極めて容易となる。 重罪犯人が逮捕されずに、聖典白日のもとをうろついているということは、世の平和を乱すじゃないか。それなら、真犯人でないものを起訴して、幾日もその自由を束縛するのは、世の平和を乱さぬというのか君、皮肉を言っては困る。と裁判長は苦笑した。お互いに、 正義のために努力しつつあるではないかだから一日も早く被告河村に無罪を宣告したまえ裁判長の顔には明らかに当惑の色が浮かんだ君検事局へもこのことを申し出たかいや申し出ない別に申し出る必要はないと思うそれはそうだ けれど、やはり立ち会いの検事に知らせておきたいと思うからちょっと一筆書いてくれないか庄司弁護士は素直に裁判長の言葉に従って申立書の写しを書いた裁判長はそれを給児に持たせて検事局へ使わした「君後判定でも真犯人の名を口外しないつもりか?と」と裁判長は語気を強めて尋ねた 無論よ。君、僕の地位になって考えてくれ。仮に君が裁判長だったら、真犯人の名を聞きたく思うだろう。そらそう思うだろう。けれども、君が反対に弁護人となったら、やはり黙秘するだろう。裁判の方では別に真犯人を捜索する道がある。けれども、 僕が真犯人の名を口走ったが最後もはや取り返しがつかないじゃないか困ったなあ。と裁判長は考えたグズグズしているうちに犯人は逃亡するじゃないか逃亡するかせぬかは僕の知ったことではない君よく考えてくれ。 と裁判長は言葉を和らげて言った。法律上のことはとにかくとして一般人が君が真犯人を知っておりながらその名を言わぬと聞いたらどう思うだろう常識で考えてもそれはいけないことではないか人を殺した者が君に知られておりながら逮捕されないでいるとわかったならばおそらく世間の人たちは 要は暗闇だと思うだろう法律さえ巧みにくぐり抜ければ人を殺しても罰せられないものだという考えを抱かせるのは恐ろしいことだよ人を殺したものを知っているならいち早くその筋へ告げるのが普通の人情ではないか裁判長の言葉にも一理はあった けれども、庄司弁護士の心は少しも揺るがなかった。人情から言えば、なおさら口外することはできぬよ。言い古された言葉だが、急調懐に入れば、両夫もこれを殺さない。その罪は憎むべきであっても、その人は憎めない。真犯人に向かって自白を進めることはできるが、 真犯人の名を僕が主直の人に告げるというようなことは人情としてできないよ殺人者がどうのこうのと言うけれど人を殺すにはよほどの深い理由がなくてはならぬ発狂者は別として多くの殺人者はいわば思い余ってそうした野蛮な行為に出るのだ普通の殺人事件では殺される方にも殺されるだけの理由があると思う 僕はあながち殺人者に同情するわけではないが殺人者を頭から憎むばかりが芸ではないと思う君はそれではその真犯人の殺害の動機を聞いたのかいや聞かぬそれを聞いたら逃がしたくなるかもしれぬ裁判長は弁護士の固い決心に一詩人としては尊敬を払わざるを得なかった けれども裁判官としては何とかして真犯人の名を聞き出さねばならないと言って聞き出すすべはさらになかったその時ドアを慌ただしくノックする音がして裁判長の「お入り」の声につかつかと歩き込んできたのは検事だった「正治君これは君本気か?」と刑事はせわしい息遣いをして尋ねた 本気とも。真犯人の名を聞かせてくれ。いや、それは言えぬ。えこの時裁判長が言った。全国から僕がしきりに尋ねているけれど、長ジ,ジ君は黙秘義務を盾にとって言わないというのだよ。困ったなあと、検事は考えた。 君まさか一種の手段としてこんなことを申し立てたのではあるまいな無論だよ一方には君たちに恐ろしい誤りをさせたくないと思ったのさしかし僕が真犯人を知らないにかかわらず被告を救う単なる手段としてこれを申し立てたと考えてくれたって決して構わないのだただ君たちが冷静に事件を運んでくれさえすれば 僕は満足なのだ果たして君たちが冷静に事を行っているのだったら僕の申し立て書などはうも気にしなくてよいはずだもし虚偽の申し立てだったら一種の脅迫手段だそりゃそうさしかし脅迫によって真理が影響されるようでは真理は何の権威もないわけだ。 検事と裁判長とは顔を見合わせた祥司弁護士は勝利の色を強いて覆い隠しながら裁判長の控え室を出た公判定において祥司弁護人の申し立て書が正式に読み上げられた時傍聴席の人々は色めいた裁判長は正式に祥司弁護人に向かってその真犯人の名を告げるように要求した けれども庄司弁護士は黙秘義務を盾にとって裁判長の言に従わなかったそうして「もし真犯人の名を告げないことによって罰せられるものならば甘んじてその罰を受けます」と復言したそれから裁判長は証人の尋問に移ったすると庄司弁護士の驚いたことに 裁判長の問い方にもまた証人の答弁にもこれまでとは異なった様子がありありと認められた今まで断言していたことをも言葉を濁しはっきりしていたはずの記憶が実はすこぶる怪しいものであることが分かった裁判長はそれからさらに2度繰り返して庄司弁護士に真犯人の名を告げるよう迫ったが弁護士は依然として口を冠した。 しかし裁判長はそれをいかんともすることができなかったその日判決の下されるはずであったのがなお2回続けられることになった勝利は誰の目にも確かに庄司弁護士にあった果たして被告川村は証拠不十分の理由で無罪の判決を下されたのである。 4その夜庄司弁護士は人待ち顔に書斎で暮らした弁護士は今日判決が下ってから直ちに被告川村に会ってその前途を祝福しそれからある晩餐会に列席して宣告帰宅したのであるが多分先日の女が訪ねてくるであろうと思ってなんとなく心が落ち着かなかった 弁護士は腕を組みながら事件の始末を改装したすると予期した通りの結果になったとは言うもののなんとなく気味が悪くなってきたいわば一種の不安に似た感情が群がり起こったそれは勝利を得た人に常に起こる不安であるが考えてみると自分の成功は恐ろしいものであった今までは、 被告川村を救うために他を顧みる暇がなかったがいよいよ川村を救い出してみるとさて山岸事件の真犯人は誰であるかという疑問と真犯人が今なお逮捕されずにいるという不安が渦を巻いて起こってきた考えてみれば自分の行動は随分冒険的なものであった謎の女の熱性に動かされ女の言葉を無条件で信じたのは 大胆すぎるほど大胆であったもし川村が真犯人だったなら「そんなことはないはずだ」と否定はしてみるものの冷静に考えると否定するだけの十分な根拠は一つもなかったこう考えてくると自分はとんでもない大きな過失を行ったようにも思われたそれにしても 人間の裁判はなんと不思議なものであろう自分が被告に同情したのも被害者の山岸に対して平素あまり好感を持たなかったからであるただそれだけの理由で謎の女の言葉を信じついに目的を達したのであって正義を愛する心などは人間の高悪感の前には何の権威も持たぬことが今さらながら痛感された。 謎の女に対する興味と法律の弱点を試そうとする興味とがついに後判定の雰囲気を転換せしめたということは人間の裁判に対する一つの皮肉であらねばならぬ人間の裁判はぬえのようなものだしかしあの女もぬえだ彼女はもう二度と来ないであろうか 永久に謎を打ちつけたまま消えてしまったのであろうかこの時突然来訪者を告げられたのでさては女が訪ねてきたのかと思って胸をとどろかしていると入ってきたのは一人の男であった彼はなんとなくオズオズした様子をして挨拶したがその顔を静止するに及んで庄司弁護士は少なからず驚いた。 というのは男の顔が自分の顔に酷似していたからである俺には兄弟はないそれとも俺の知らぬ兄弟があるのかしらいやいやそんなはずはないおそらく他人の空似であろう男はキョロキョロ辺りを見回すだけで急に物を言おうとはしなかった どうなさったのです何の御用ですかと庄司弁護士はイライラして訪ねたところが男の返答を得ぬ先に弁護士は第二の来客を告げられたそれを聞いた男が少なからず狼狽した様子を示したので弁護士はその男を隣室にいらしめてしばらく待っているように告げた第二の客は 他ならぬ謎の女であった。彼女の顔には確かに嬉しさが現れていた。先生、どうもありがとうございました。おかげさまで目的を達して、私はすっかり安心しました。これもあなたを信じたからです。さあ、それではお約束通りある程度まで事情をお話しくださいますか？ よろしゅうございます。と女はこの前の時とは打って変わった気軽な態度で言ったしかし真犯人の名は申し上げませんただ私について少しばかりお話申します私はこの前に申しました通り川村とは何の関係もありません実は被害者の山岸に恨みを持ったものでございます 何のために恨みを抱いたかは申し上げませんがその恨みのために私は山岸を殺そうといたしました偶然にも凶行のあった夜私が担当を隠し持って山岸の承宅に忍び込みますと驚いたことに私より先に一人の資格が忍んでおりまして山岸を殺しましたその時私は その男の顔を見たのでございますこう言って女は意味ありげに弁護士の顔を見つめたしかし弁護士はその意味を察することができなかったその犯人があなたのご存知の人なのですか女は返答に迷っているような様子をした実はその時は知らなかったのでございますけれど ふと後半邸の傍聴席で見つけてそれが誰であるのかを知ったのでございます殺害の現状を見ただけでよくその顔を覚えていられたものですねそれはうつ暗かったけれど伝統がついておりましたし犯人は別に覆面していませんのでしたからはっきり分かりましたでもと言ってしばらく口をつぐみ やがて決心したもののように言った先生でしたら犯人の顔はお見えにならなかったろうと思いますえと思わず弁護士は緊張したあなたにその顔が見えて僕に見えないとはそれは先生自身には見たくても見えませんもの こう言ったかと思うと女は急に立ち上がって弁護士に一別を与えながら風のように消え去った <laughs> <laughs> 女が去ってから長寿弁護士は突然大声で笑い出したなんだあの女は俺を真犯人だと思っていたのか とんでもない誤りだ。俺が熱心に傍聴していたし、彼女の言葉を無条件に信じて川村を弁護したので、今もって俺を真犯人だと思っていたのだ。それにしても、彼女は俺を誰と間違えたのだろう。この時、ある考えが電光のように弁護士の脳裏にひらめいた。わかった。 こう考えて彼はつかつかと次の前へ行き謎の男に言ったあなたですね山岸事件の真犯人は男は大きくうなずいたそうして細い声を出して言った私は先生がどうして真犯人をご承知になったか実にそら恐ろしい思いがいたしました でも、真犯人を知っていても、その名を言わぬと突っ張ってくださったことは、大いに、感謝いたします。その声がいかにも苦しそうだったので、弁護士は思わずそばへ近寄った。いや、あなたは毒を、毒を飲みましたね。先生、どうか 捨てておいてください遺災は海中の告白書にと言いながらバタリと男はうつぶした庄司弁護士は心の中で叫んだ人間のことは何が本当で何が嘘だかわからない あの女の見誤りから河村は救われ真犯人は自決した。彼女は俺に自分の顔は見えぬはずだと言ったが、彼女にも犯人の本当の顔は見えなかったのだ。